はいどうも、走れ王チャンネルです。皆さん、今日はですね、翔平さんのピッチングをご覧ください。新しいボールと古いボール、どのくらい違いがあるかとチェックしていきます。では行こう。はい、どうも、翔平チャンネルの翔平です。まあ最初、大井くんが、挨拶をしてましたが、なんで俺のカメラで挨拶してるんかね。かわいいですね。ということで、この動画はM 級と A 級で、ピッチングをしてみたっていう動画です。向こうさんの動画では、向こうさんの、プロデューサーの、方のカメラで撮った動画が、流れてると思いますが、これは自分のカメラで、後ろに、固定カメラとして、撮ってるやつです。どうですか、私痛いなりにちょっと頑張って投げました。まあ A 級だからまあこれ、ね、いつもと変わらないですけど、でもまあ腰痛いんでいつも以上には出てないですね。スピードはね遅いですね、余裕で打てちゃいますね。あーいいね。腰の強さは重要ですね。ケツから出てグッとスリックっすね。私は投げ終わりにブレることなく足を、まあ、あの左の足よりちょっと前に置くと、なんかあの左に反れたり右に反れたりしないで、あのまあ両足が揃うみたいなイメージで投げるとバランスよく投げてるんじゃないかなと思います。録音中なんだけど、録音中っていうのが出てるからね、動画見ないですよ。音も聞こえないし、ちょっと動画の説明全然できない。まあ見てください。見ても学んでください。スライダーかな。スライダーもやっぱ腰を使って自分は投げてる、ひねりを使って投げてるタイプなんで、まあ今あんまり曲がってないですよね。多分ね、腰を使えてないんで曲がりが弱いです。いつもはもっと曲がるんですけどね、いいところを見せられなくて、まあ残念ですけど、今後の成長を期待してください。お願いします。そしてこれ M 級かな、あもう感じるな。 M 級はね、まあ重いで、向こうさんは言ってたけどちょっとずっしりくるって言ってましたね。ずっしりくるそうなので、軟式のグローブでキャッチボールすると痛いです。本当に痛いです。向こうさんはキャッチャーミットを忘れたせいで、NIS ネクストイノベーションスポーツっていう、ブランドのグローブを使ってキャッチボールをしています。とても痛そうですけど、そんなの関係ありません。私は常に全力です。ピッチャーをやる人は、近距離だろうが、常になんていうんですかね、山なりじゃないボールをキュッとレーザーのようなピッとしたボールを、投げるといいと思います。まああの何ですか、体を大きく動かしてみたいなアップの時はもう山なりでもいいんですけど、試合の前とかそういう時はちょっともう指先でピュッピュッピュッってこうスナップ効かせていい球いくような、ことを心がけて。キャッチボールをしていくといいと思います。ちなみに自分は遠投は全然取りません。まあ塁間からちょっと離れたぐらいを、まあ低い、ライナーで、投げれれば、それでいいと自分は思ってるんで、まあ、実際ピッチャーはそんな遠く投げないし、いかに低い弾道でいけるいける、どれだけの距離
投げれるかだと俺は思うんで。あ、いいね。まあ体を、まあ、大きく使うってことで、まあ、遠投遠くにフライのようなね、スタンドで投げるのも、いいと思いますが、球を速くしたいとか肩を強くしたい方は、ライナーで投げるといいと思います。まあまあ、みんなプロ野球、まあ、プロ野球見に行ったことはあるだろうけど、曲がってる曲がってる、選手ってみんな低いので投げてるよね。かっこいいよね。まだか、低いので届いてかっこいいなって思うと思うんだけど、まあそういうことです。いや、待って、お前で投げる人はあんまりいないと思う。向こうさん何もつけてないのに自分勝負投げると最低だね。そして、質問は受け付けてますと言ったんで、まあちょっといいね。変化球何投げるんですかって確か、質問来たと思うんで、言うと、まずツーシーム、スライダー、スライダーは握りが2個あって、まあ、2種類の曲がりを横に曲がると、斜め下っていうんですかね、曲がるの、2種類持ってます。まあ、あとツーシームも、まあ、なんか握りは一緒なんですけど、まあ、腕の振りとかで、まあ、軌道は変わりますけど、まあ、2種類ぐらいはツーシームも使ってます。あとは、まあ、スプリットも、まあ、MC の、まあ、田中さんってキャッチャーがいるんですけど、その人に投げてみてはどうですかっていうのを言われて、まあ、練習をして、そこでまあ投げれるようになって取得したんですけど、それがまたいいんですよね、スプリットが。だからスプリットも持ってて、あとはね、指をこう、なんだろう、指を器用に使えるように、いろんな握りで投げれるようにという意識を持ってたのもあって、ナックルを投げれるように、あの、なんて言うんだろうな、握りがナックル、あのメジャーの人が投げてるナックルみたいな、あんなもう無回転じゃないけど、自分はナックルの握りで投げると、まあ普通にスッて落ちるんだけど、まあ、回転はまあ若干してるけど、下に落ちたり、まあ右斜め下に落ちたり、左斜め下に落ちたり、まあ本当予想のつかない変化をするし、なんかスプリットと違ってふわーんとでストーンって落ちていくみたいな、そういう軌道の、ボールを持ってます。まあ、そんなもんかな。チェンジアップはね、練習をしてなくてね、そんな投げれなくて、試合ではほぼ投げないですね。それ投げんならもう、まあ、他の変化球を使うわって感じで、まあ、試合の時どうしてもそんなね、球種があったらキャッチャーも大変なんで、まあ、試合の時はスライダー、カーブ、ツーシーム、スプリットっていう4つを使って、あとまあストレートで、まあ、5本指全部収まると思うんですけど、まあ、それでやってます。はい、どうでしょう、説明をしましたが、いつの間にか、ピッチング動画終わってますね。あと何か、質問がある方、いましたら、コメント欄にコメントお願いします。そして、まあ、気が向いたらでいいので、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。どんどん、ね、見てくれる人が増えるだけ、まあ、たくさんね、恩返しをしようと考えているので、結構いいプレゼントを、出せればいいなと思ってるんで、まあ、どん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 、動画を、これから上げていけるように頑張りますんで、まあ、チャンネル登録してもらえたらいいです。そして向こうず、活動してますんで、参加してください。野球 YouTuber 向こう、走れおいチャンネル、風林火山の竹、イケメン技術者、やっさん、ヒラヤンは YouTuber じゃなくてヒラヤン、
あとカモネギギックスの、シュウさん、あと YouTuber いたかな、あとはまあ研修生でキクリョウ TV かな、まあ、そんぐらい、あの結構 YouTuber みたいなのがいるんで、あのぜひ、会いに来てください。はい、そして、MC というチーム、自分が土曜日、参加しているチームです。メンバーを募集していますので、一緒に、野球やってくれる方、いましたらご連絡の方よろしくお願いします。ではまたねー。